お主らが来るのを待っておったぞ。一緒にいた姉ちゃんの姿が見ゆえあって姫には席を外してもらっている。それにしてもよく来てくれたの。さあ来いと言うから来てやったぜ。奪った虹色の枝を返してもらおうか。俺たちにはあの枝が必要なんだ。お主たちに必要とな。それはこの者が勇者であるからかの。じいさん何者だ。16年前に死んだと思っておったぞ。だからグロッタの舞踏会で手の技を見た時は真の像が止まるかと思ったわい。お主にどうしても見せておきたいものがあったんじゃ。少しだけこの老人に付き合ってもらうぞ。この地は辛い思い出が多くての。おいじいさん。あの頃わしは隠居しておっての。城下に降りては民と杯を交わし笑い合う、そんな毎日を過ごしておったのじゃじゃが16年前のあの日、魔物たちが全てを奪っていった。今やかつての栄華は見る影もない。たった一晩でこうなってしまったんじゃ。おっとすまんの。お主に見せたかったものは別にあるんじゃ。では行くとしよう。おじいちゃん、このお墓は？この国のユグノアの国王夫妻の墓じゃよ。それってつまり彼の。さよう、勇者の実の両親、すなわち16年前に亡くなったわしの娘と婿殿の墓じゃよ。え、ということはあんたこいつのじいちゃん。娘も死に婿殿も死に、それでもわしだけが生き残ったことには意味があると。そう思わなければあまりにも辛すぎた。だから16年間わしは追い求めたのじゃよ。なぜユグノアは滅ぶことになったのか、その原因を探るのを生きる目的としたのじゃ。そして各地を回りわしは知った。勇者伝説の信奉者であった盟友デルカダール王の変身をな。16年前のあの日からデルカダール王はまるで人が変わったかのように勇者を悪魔の子と呼び非難を始めたんじゃ。あまつさえ自分の娘の死まで勇者の仕業として世に広めている始末。わしには王が正気であるとは思えなかった。裏で何かが起きている。王国の真相と盟友の変身、二つの謎を必ずや解き明かしてみせると誓ったのじゃ。
エレノアよ、アーウィンよ、喜べ。お前たちの息子じゃ。元気に生きておったぞ。よく戻ってきたな、我が孫よ。よくぞ、よくぞ生きていてくれた。こうして16年ぶりに愛する孫と再会することができたんじゃ。このじいの頼みを聞いてくれんかの。ユグノア王家には代々伝えられている鎮魂の儀式があってな、非業の死を遂げたエレノアたちを共に弔ってほしい。儀式は城の裏山にある祭壇で行う。お主も祭壇まで来てくれ。お待ちしておりました、ロー様。支度は済ませてくれたようじゃな。ご苦労であった姫よ。あら、皆さん下がって、鎮魂の儀式。あんた、じいさんに姫って呼ばれてるけど。静かに。では、わしの真似をするのじゃ。よいな。人は死ねば、皆命の体重へと帰ってゆく。あの大樹の葉一枚一枚が人の魂と言われておる。されど、魔物によって非業の死を遂げた者は未練を残しこの世を迷うという。そんな魂を救う儀式がこの地に伝わっておる。見よ、煙の光輝につられて光り輝く蝶たちがやってきおった。この蝶を人の魂と見立て命の体重へと送る。それをもって死者の慰めとするのじゃ。エレノアはただ死んだわけではない。お主とデルカダールの王女を救うため自らおとりとなったのじゃ。かけがえのない二人の命が救われた。ありがとうな、エレノア。そういえばエレノアはお主に何か残さなかったかの。おお、これは。そうか、そういうことじゃったのか。この手紙があったからこそお主はデルカダール王のもとに。ああ、苦労をかけたな。
しかしならばこそこうしてお主と出会うこともかなった。ひとえにエレノアの導きであろう。しばらく一人にしてくれ。無事じゃったか、二人とも。ロー様、ご心配をおかけしました。追ってはやはり奴じゃったか。グレイグには確かめたいことがあったが、それには及ばぬようじゃが、やはり今のデルカダール王国には魔物がはびこっておると見て間違いないだろう。遥か昔、栄華を誇ったとある王国は魔物が化けた奸臣によって滅ぼされたという。その魔物の名はウルノーガ。わしらは長い旅の末、やっとその名前にたどり着いた。そやつこそ遥か昔より暗躍し続ける邪悪の化身よ。おそらく今のデルカダールもその魔物が牛耳っておるのじゃろう。よいか、この世に生きる全ての者たちのためにお主はウルノーガと戦わなければならん。邪神なきこの時代に勇者としてお主が生まれたのはそのために違いない。だがウルノーガは未知にして強大、闇の力をまとった恐ろしい奴じゃ。無策で奴に立ち向かうことはできまい。闇の力、私聞いたこと。やはりお姉様、勇者様を連れ命の大樹に行かなくては。この枝を持て。この虹色の枝はかつて命の大樹の一部であったもの。勇者の力を持つお主ならば大樹への道のりについて何かを知り得るやもしれぬ。どうだ、何か見えないか。何も見えないって、その枝偽物。ここまで引っ張っといて。まあ仕方あるまい。これからはわしと姫も同行し、命の大樹への生き方を見つけるとしよう。よろしく頼むぞ。ロー様、売らなくて正解でしたね。危うく真の価値もわから。祭壇のあった場所は命の大樹の真下。おそらく始祖の森と呼ばれる秘境じゃろう。道は決まったな。残り4つのオーブを集め、始祖の森にある祭壇に捧げるのじゃ。残り4つのオーブ。オーブといえば、子供の頃海底に沈んだオーブが。とにかく今は手がかりがない。世界中をくまなく回るには、まずシャルティコはダハルーネの町から。幸いソルティコの町にはジエーゴという知り合いの領主がおる。
わしが頼めば心よく水門を開けてくれるじゃろうって。よし、それではオーブ探しの旅に出るぞ。ウルノーガを倒すため6つのオーブを手に入れ、命の大樹への道を開くのじゃ。